アドデック9の人体実験、その裏で暗躍するモグラ、真相へ近づいていく矢神に仕掛けられた罠は、怪盗の流し立ちと引き換えに大きな収穫をもたらした。今松金組若頭羽村の口から語られる一言一言が事件のベールを剥がしていく。触んじゃねえ。尋問はここでやれや。なんやったら拷問道具も持ってこさせるで。必要になったら言うよ。あんたの知ってることは全部吐き出してもらう。協力してくれるよな。初めから行こうか。まずあんたらを動かしてたのはアドデック9の正野だ。いつからだった？あんたらが奴の駒になったのは。言っとくけど俺ももう大体の察しはついてんだよ。なんなら当ててみよっか。くっ。あんたがモグラを使った最初の殺しはズバリ創薬センター副所長殺害事件。今から半年前、橋木が殴り殺された事件だ。橋木は梶平会長の手先で、創薬センターを潰すためにアドデック9のアラを嗅ぎ回ってた。そしてアドデック9の開発者である正野には絶対に知られたくない秘密があった。だから正野は橋木を野放しにはできなかった。あの事件は当時神室町じゃよくある喧嘩として処理された。モグラは橋木にとどめを刺さず、でもその時点でしっかり致命傷を与えてた。だから大して騒がれもせず、ろくな証拠も残してない。全部計算の上なら相当手際がいい。それが正野に依頼されたモグラの最初の殺しだ。当たりのようやな。やがみ、なかなかええ仕事しとるやないか。あいつは俺の金で勉強させてやったんだ。司法試験もそれで。おお、そうなんか。そらええ投資しましたな。ちょっとそこやりづらいんだけど。おう。次は羽村に何を聞くんだ？モグラについて。その正体知ってんのは羽村だけだからね。ええぞ八神、その調子でどんどん言ってるや。こっちも拷問やったらいつでも行けるで。
モグラは今どこにいる？さあな。だが今頃俺を探してるはずだ。皆殺しにされるぞ、お前ら。モグラもここに来るってさ。上等やないか。なぶり殺しにしたるで。笑わせんな。田舎ヤクザの手に負える相手じゃねえ。モグラは何者なんだ？ただの殺し屋？そもそもあんたはどこで奴を見つけた？拷問道具は？あいよ。待て、わかった。ちょっと待て。遠慮すんなや。もっとええのもあるで。モグラは何者なんだ？モグラは、あいつも初めはカムの町を食い物にする情報屋でしかなかった。情報屋？ああ、俺はもともと奴の師匠をよく使ってたんだ。だがそいつは札にパクられて、その後釜に収まったのがモグラだった。正直言って師匠より断然仕事ができてな。流してくる情報は確かだし、茶化だの偽造書類だの他のどんなやべえもんも大抵は調達してくる。それで俺らはお互いに利用し合ってこの町でのし上がってきた。付き合いはもう20年近くになる。ん？話続けないと。俺が松金組の若頭になるとモグラに回す仕事も増えてった。あいつは死体の後始末なんて仕事も危なげなくやってのけてた。筋もんでもねえのに度胸も根性も座ってる。そのうち奴は仕事があるなら殺しも受けると言い出した。そん時はついに来たと思ったよ。殺しについちゃさすがに俺もためらったな。だがヤバい仕事ほど稼げるもんだ。俺は奴の窓口になって闇ルートに宣伝を打ってやった。冷やし中華始めましたって感じだな。何が冷やし中華だ、バカ野郎が。俺のやり方が気に入らねえですが、小さいしのぎで生き残れるほどカムロ町は甘え町じゃねえ。組の看板守りには金がいるんです。カイトみたいにカッコつけてるだけじゃ今頃組は潰れてた。それにもし上がりがでかくなりゃ登場会で直系昇格も夢じゃねえ。親父もずっとそいつを望んでたでしょうが。そいつはもう昔の話だ。へえ、そうですかい。でも俺はずっとそのために体張って生きてきたんですよ。あんたにそう叩き込まれてきたんでしょうが。話が脱線してきたな。もう一度、あんたがモグラの窓口になったとこからだ。その後は何があった？すぐに最初の仕事が入ってきた。創薬センターの副所長を消してほしいってよ。その依頼は正野から？まあな。ただし直接接触してきたのは正野とは別の仲介人だった。そいつは石松って名乗ってた。愛想笑いがずっと顔に張り付いてるような小男でな。その時はお互い一度きりの仕事だと深くは立ち入らなかった。俺らはなぜ殺すのかの理由も知らされず、ただ
1000万で橋木の殺しを受けた。なるべく世間の目を引かないように殺せと。まあな、その仕事で石松は俺らを気に入ったらしい。何ヶ月かして奴はまた次の仕事を持ってきた。次の仕事？ああ、アドデック9の実験台にする人間の調達とその始末だ。教令会のヤクザをさらえだと？殺すんじゃなくか？その通りです。報酬は一人につき1億。冗談だろ。この間の殺しが1000万、それがなんでさらうだけで1億なんだ？それなんですが、実はこの先何人さらう必要があるのかまだ我々にもわからないんですよ。一人で済むのか、それとも10人でも足りないのか。10人？つまりこれは長期的なパートナー契約になります。お互いに腹を割った上で固く口を閉じる必要がある。1億という額にはその含みがあるというわけで。教令会をさらってそいつらをどうする気だ？彼らはおそらく死ぬことになります。ついでと言ってはなんですが、その死体の始末もこの1億でお願いできますか？それとも別料金に？もったいぶった言い方してんじゃねえぞ！何者だてめえは。ヤクザ一人殺すだけで1億だと？あなた方は殺さなくていいんですよ。さらってきてほしいと言ってるんです。あとは死体の始末だけです。話が見えねえっつってんだ。ヤクザ舐めてるのかてめえは。私は末端の人間にすぎません。ですが私の組織は億単位、いやそれ以上の金を右から左にたやすく動かすことができます。もしあなたが私を殺し組織を脅かす存在とみなされれば、あなたを消すために同じくらいの金が投じられる。なんだと？そうなった時あなたは何日生き延びられるでしょう？少しは頭をお使いなさい。もう逃げられないんですよ。私とこうして会った時点であなたは我々と手を握る以外の道はないんですよ。銃は下ろした方が賢明ですね。羽村の頭。本当にそこまでの組織なのか？お前らは一体？我々自体は決して暴力的な組織じゃありませんが、金だけは湯水のように使えます。誰だあんたは？石松の上司で一ノ瀬と申します。今ここに私が顔を出したのはあなたを信頼しようと腹を決めたからです。そしてこちらも命がけでことに当たっていると理解していただくためでもある。私は正野と言います。アドデック9という新薬の開発をしていて、それはこの国の未来、いや世界の未来に必要な新薬の開発。我々はすぐにでもそのアドデック9という夢の薬を完成させなければなりません。羽村さん、
そのためにぜひあなた方の力をお借りしたい。一ノ瀬、厚生労働省の事務次官か。あいつも絡んでた。まあな、医療システム産業開発機構ってわかるか。ああ、創薬センターもその一部だが、厚労省の役人たちにとって欠かせない天下り先になってる。で、そいつを20年くらい前に立ち上げた影の立役者が若き日の一ノ瀬だ。一ノ瀬はその手柄で事務次官にのし上がったんだ。つまり創薬センターは一ノ瀬の権力の源だ。それを守るためにもアドデック9を完成させる必要がある。その影で何人人を死なせてでもか。はあ、アドデック9の莫大な利権はな、一ノ瀬たちだけじゃねえ、もう多くの人間に配分まできっちり決まってんだ。今さら陰で何人死のうが止められるもんじゃねえ。人体実験に凶霊界のヤクザを使ったのは何でだ。ショウノにそう指定されたからだ。ショウノからの指定。ああ、ハドデック9は実験するたびに死人が出る可能性があった。それで何人も行方不明にしてたらどう隠したって騒ぎになる。だがヤクザ同士の抗争なら何人死んでもおかしかねえ。みんなそういうもんだって思うだけだ。かもな。それともう一つ、ショーノは罪のない人間に危険な実験はできないってよ。ヤクザなら殺したって構わないって。そもそも創薬センターを潰そうと動いていたのがゼネコンの梶平だ。で、その手先になってる兵隊が凶霊界。そいつら死なせたとこで胸は痛まねえとさ。俺がそう言ったわけじゃねえよ、ショーノが言ってたんだぜ。いいから頑張って喋れや。ネタなくなったら速攻お仕置きタイムやからな。チッ、これ以上何を喋れってんだ。いや、まだ聞きたいことある。なんだと。あんたはさっきモグラの窓口しかやってないような口ぶりだったけど、実際はそうでもないよな。あんたも凶霊界への襲撃に積極的だったって証拠がある。それは覚えてるよな。これあんたが久米をさらった時の防犯カメラ映像。この時あんたが矢面に立ったのは何でだ。防犯カメラに顔までさらしてあんたらしくもない。答えてくれよ。あの時はモグラが凶霊界を二人立て続けにやったってタイミングだった。
そうなると奴らも警戒が厳重になって、もう単独じゃ街を出歩かねえ。うん、そんな状況じゃモグラが一人で強霊界の人間をかっさらうのはさすがに無理だ。だがモグラは俺以外の人間には絶対に顔を見せねえ。だから俺が手貸すしかなかった。あんたがアムールを出た後、モグラは裏口から米を連れ出してった。アドデック9の実験台は車のトランクに押し込まれて小野のところへ運ばれる。創薬センターへか。いや、センターじゃねえ、違うとこだが、その場所を知っているのはモグラだけだ。人体実験はそのどこか秘密の場所でやってるってことか。そんなとこだ。じゃあ死体から目がえぐられるのは何だ。さあな、それも俺は聞いてねえ。ヤクザ同士の抗争を演出したのか。単にモグラの趣味かもな。次は新谷が殺された件だ。新谷は強霊界のヤクザじゃない。なのにアドデック9の実験台にされたのか。それともあの人は他に殺される理由があった。あいつがやられたのは俺のせいだ。え？久米が死んだ事件で俺は裁判を受ける羽目になった。でもよ、やってもねえ殺しで無所行きなんて冗談じゃねえ。だから俺なりに保険をかける必要に迫られた。保険？裁判前、新谷と接見した時に俺はこう言ったんだ。もしこの先無罪の可能性がなくなるようだったら、創薬センターの小野を調べろってな。それじゃああんたは一ノ瀬たちとの秘密を新谷に漏らしたわけか。別に一ノ瀬の名前までは出してねえ、小野の名前だけだ。だがまあ連中から見りゃそれも立派な裏切り行為だろうよ。だから俺は新谷にもきっちり口止めはしてた。いざって時の情報だとな。そんな大事な情報だと理解していて、なんで新谷は小野宛に電話をかけた。さあな、だが勝手な想像ならできる。聞きてえか。ああ、聞きたいね。新谷はよ、お前に負けたくなかったんじゃねえのか。え？あいつが俺を無罪にした時も、実際に決め手の証拠を掴んできたのはお前だった。新谷はただそのおこぼれで名を挙げただけだ。周りの連中も口にはしないが、みんな承知してたろ。おまけにお前はさらに奴より先を行こうとする。裁判では分からずじまいだった真犯人さえ探し始めた。それを新谷はどんな気持ちで見てたんだろうな。お前が華麗に真相を暴くのを期待してたか。俺にはそうは思えねえ。お前じゃモグラに届かねえよ。どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。お前より先に真実をつかむ。それができて初めて奴はお前に勝つことができる。じゃあ新谷は自分の手で事件を探ろうとして創薬センターに電話を。俺の勝手な想像だっつったろう。だがどんな理由にせよ結果は同じだ。新谷が小野に近づこうとしたことはすぐ一ノ瀬にも知れた。それで奴は俺が新谷に情報を漏らしたと気づいた。
俺としちゃもう新谷には死んでもらうほかなかった。モグラには俺が自腹で金を払ったよ。身代わりの犯人には綾部を選んだ。俺たちはまず奴の銃を手に入れた。その銃を使って新谷に手を下したのはモグラだ。凶器になった銃には弾を補充し、使った痕跡を消して綾部の懐に戻した。一方、死体から見つかる弾にはその銃の洗浄痕がつくことになる。するとそこにあるのは綾部刑事の銃で新谷が撃たれたって紛れもねえ事実だ。結局綾部にはまともなアリバイもねえ。誰かに襲われて記憶がないって、そんな説明誰が信じる。まあな。でもモグラを捕まえてあんたが今の証言をすれば、なんだ、どうした。なんか焦げ臭いな。何松金組が俺を助けに来た。モグラも一緒かもな。おやさん、ここを出るぞ。立て、羽村。今すぐ俺を解放した方がいいですよ、親父。松金組は俺が引き上げさせますから。そうすりゃあんたらも助かる望みが。黙れ。厚労省がどうのって話が確かならお前も使い捨ての駒でしかねえぞ。連中にしてみりゃいくらでも替えが利くんだからな。そんなわけありませんよ。バカだねお前は。え、行こう。松金組や、下で火つけとるぞ。上等やろ。頭。ああ、村瀬、敵は何人や。頭。やってくれるやないか。おい、うちの組はいつからこんな武闘派になったんだ。行くぞ、おやさん。おう、羽村のことは俺に任せろ。Oh!
Shit!
クソが。頭、ご無事で。おやじ。なんだてめえは。お前の話を聞いてて分かったんだよ。悪いのは俺だ。何が。俺が不甲斐ねえばっかりによ。お前は組守るために危ねえ橋を。俺だってそりゃうすうす分かってた。だが知らんふりしてずっとお前の稼ぎを当てにしてた。今さら文句言えた義理はねえよな。つらかったろう。本当にすまん。お、親父。そんな。だからよ、これがせめてもの俺のけじめだ。親父にそんな責任なんか。それが親ってもんだ。親父。おやさん。ダボ。もう俺はダメだ。早く逃げろ。何言ってんだ。行くぞ。カムロ署の黒岩だ。モグラの正体、黒岩がモグラだ。何？
金組長は。ダメだった。そんな。黒岩の野郎。え、今なんて。黒岩。こんな夜中に何しでかしたんだ、ヤガミ。なんだと、お前。ちょっと、どうしたの。どいてください、ケンジ。彼には少し署で話を聞かせてもらいたいんですがね。いえ、病院に行かせるのが先です。必要ないでしょう。十分元気そうだ。医者でもないあなたにそんな判断ができるの。もし何かあれば私が責任取りますよ。責任取るって。いいよ、医者は俺も必要ない。俺なら大丈夫だ。今夜は災難だったな、八神。まだ終わってないみたいだけど。これ外してくれないのか。逮捕じゃないんだろ。悪いな、今ちょうど鍵が見当たらなくてね。羽村から全部聞いた。何をだ。あんたの正体だよ。センターの副所長を殺したな。ヤクザの目をえぐってきたのも、そして新谷を殺したのも全部あんただ。くだらない話だな。じゃあ取り調べを始めるぞ。今夜あのキャバレーにいたのは何でだ。あんたがモグラだ。今はこっちの取り調べ中だ。否定しないんだな。あなたは火事に気がついた時何をしていましたか。羽村を取り逃がしたのは失敗だったな。口を塞ぎ損ねた。誰が建物に火をつけたか分かりますか。お前はおやすさんを殺した。このまま逃げ切れると思うな。お前もだ。俺の後ろ盾はアドデックナインの莫大な利権だ。そいつを握ってる連中の目と耳がそこら中にある。もしかしたら警察やらの上層部なんかにも息がかかってるかもな。羽村の口が塞がれんのも時間の問題だよ。残念だが、もちろんお前も逃げ切れやしない。その前にあんたの化けの皮を剥いで全部暴き出す。あんまり張り切りすぎんなよ、インチキ弁護士。黒岩さん、お電話入ってますが。おお、そうか。自分変わりましょうか。いや、ちょうど終わったとこだ。今夜キャバレーで起きた火事は東上会と協力会、暴力団同士の抗争によるもの。こちらの八神さんは偶然そこに居合わせただけだった。ご協力ありがとうございました。じゃあ私がお送りしましょう。
かってこい。時間食っちゃったよ。またな。お兄ちゃん、八神って人？ん？そうだけど。これあげる。何かな、これ。知らない。お兄ちゃんのお友達だって人に渡せって言われた。すぐに開けろだって。さすがは八神さん、見事な危機対応能力ですね。想定される被害への配慮までできている。楽しんでいただけましたか？先ほどのクラッカー、取引相手に差し上げている粗品でしてね。何の真似だ。おっと、申し遅れました。私、こういうものです。ここが？おや、ご存じない？そうですか。でしたら、京浜同盟の子がといった方が通りがいいでしょうかね。今日はね、ご挨拶に伺ったのですよ。我々なりのやり方でね。あなたのおかげで最近我が同盟の株はガタ落ちでしてね。これ以上あなたに大きな顔をさせておくわけにはいかないんですよ。勝手なこと。ではお手並み拝見といきましょうか、八神さん。
ほどへ強くなる。さすがですね。どうやら今日は旗色が悪いようです。参りました、降参です。あ、そんなあっさり。ビジネスにおいては引き際を見極めることも大事だということですよ。あの古賀松久が町のチンピラにコテンパンにやられたとなっちゃ同盟の威信に関わる。取引相手に舐められちゃいますからね。チンピラはそっちだろ。ということで、あなたの始末は次回ということにいたしましょう。では後日また。結局因縁つけられたままかよ。海藤さんはあの後どうなった？何日か寝れば大丈夫だって。モグリの医者に見てもらった。銃で撃たれてたからさ。闇医者なんてよく知ってたな。海藤さんから聞いてね。昔よく世話になったって。普通の医者じゃまずかったのか。僕もそう思ったけど、海藤さんがめんどくさがってさ。入院してる場合じゃないって言うし。そっか。そっちも大変だったんでしょ。狂霊会のキャバレーが焼けたって聞いたけど。ああ、他にもいろいろあったよ。八神さんも少し休んだ方が良さそうだね。もう行くのか？海藤さんのこと知らせに来ただけだから。八神さんの無事も確認できたし、僕も今日はもう限界。そっか、お疲れ。誰？え？あ、真冬。まだ寝てた。なんかあったか？モグラの新しい犠牲者が出たの。また狂霊界のヤクザ。え？場所は松金組の事務所前。わかった、すぐに行く。
あの被害者の身元分かったよ。真冬、凶霊界の若頭で塩屋、知ってるんでしょ。ああ、モグラの新しい被害者ってことはやっぱり目を。うん、私は直接見たわけじゃないけど。見ない方がいいよ。この件の担当刑事はまた黒岩。そう、今現場に入ってる。矢上君、昨夜はあの刑事の取り調べ大丈夫だった？なあ真冬。何？黒岩だったよ、モグラの正体。え？羽村の頭と昔からずっとつながってたらしい。多分はじめは綾部と似たような汚職警官だったんだ。それがとうとう殺しまで受けるようになった。でその黒岩を道具に使ってるのが庄野と厚生労働省の一部官僚たち。神室町で目をえぐられた死体はアドデックナインの人体実験に使われた犠牲者たちだった。庄野には俺が実験に気づいてるとこないだ知らせといたんだけどな。なのに今日また新しい死体を平気で。これがどういうことかわかる？この先もまだ続ける気なんだよあいつは。俺がどれだけ真実に迫ろうが実験をやめる気はない、そう言ってるんだ。そんな。庄野は面と向かえば真面目で寡黙な研究者で、ただアドデックナインのことになるとまるで悪魔だ。それでも薬を完成させれば何百万って患者とその家族が救われる。そこに生まれる莫大な利権が庄野を守ってるんだ。敵はそこら中に潜んでるらしい。どうするの？もうお手上げ？まさかな。俺は奴らに親父を殺されたんだ。この借りは絶対に返すよ。